これで全員お疲れ。お疲れです。はい。集まったらしっかり行ってみましょう。はい。残念ながら山口県。遠くから応援してください。もうせっかく知り合ったからにはね。もう。はい、ありがとうございます。はい、10月ぐらいに戻ってくるんで。あ、10月ぐらいに。戻ってくると10月ぐらい。じゃあ、そうなんだ。まだあるじゃん。まだある。10月から10月からあるか。10月から。まあ来期もあるし。はい、確かに。どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ堀さん。はい。じゃあそしたら今日の練習は、まあ、ちょっと欠席者が多いんでね、まあ、新しいこととかチームで進めることはしないから、まあ、個人的なところの能力を高められるようにしたいと思ってます。あと、まあ、余談だけど関東への道がね、練習の回ってすごく編集が難しくて、ね、だからこう誰かが喧嘩したり怒ったりとかしてくれるとね編集したり嵐が巻き起こった的な誰かと誰かがぶつかったみたいなね。熱くなる。熱すぎて。ちょっとドラマが欲しいなと思ったんだけどね。勝つと陽さんが揉めたら結構バトルだ。揉めないか。なんかね、ドラマが欲しいなと思ったんだけどね、ドラマがね。俺が切れる。じゃあそしたらウォーミングアップやりましょう。勝美お願いします。でも早速行きましょう。Oh!
もらった。お疲れ様です。改めて基本のクワトロの形を今日やったんですけど、まあ、あの局面局面でね、もう周りしっかり見てどうやるかっていうのが一番大事なんで、まあ、あとはチームでしっかり組み合わせして全員4-0できるようにやっていきましょう。私もやります。以上です。じゃあ別君。はい、お疲れ様です。結構見ることが判断に必要なのって結構見ることが大事なのかなっていうのは、あの2人の選択肢として縦突破しても2人組の関係なかったりとかしたら戻さなきゃいけないし、そういう場合ってやっぱボール運びながらも見なきゃいけないし、走あのボール持ってない時でも見なきゃいけないし、やっぱいつでも見るっていうところ、攻撃と守備両方ともそれを意識してやっていきましょう。ここから以上です。はい、じゃあ総合一言だけで短めで、明日も頑張りましょう。よし、オッケー、明日も来るよ。明日も来ちゃうよ。ナイスナイス。じゃあ堀さんお願いします。はい、じゃあさあね、今日は攻撃のところのテーマで、まあ順番で言うとね、まずディフェンスの要素も含めたパスライン切るだけど、パスライン切られても通せることね、ずらす、浮かす、下がるでね、まあ、そうすれば切られても通るから。でそれって 4-0 の中でもすごくあるよね、そういうシチュエーションね、パスライン切られてるけどでも、ね、少しずらせば出せるとかね、やっぱそういうのができるのが関東だからね。今日難しかったと思う人はやっぱそれを身につけなきゃいけないし、で、ね、できてる人ももっと精度を高めなきゃいけないし、まあ、つまりはね、レベルが上がればもうパスラインがボール半個分でもあれば通せちゃうのよ。ボール1個分じゃなくてね、ボール半個分あれば通せるわけだから、そうやっぱそういう風にやっていかないと攻撃の力ってなかなか上がらないでね、まあ、一人一人が上手くなることも大事だし、まあ、あと今日はあんまり触れなかったけど、まあ、フリーランの技術もね、まあ、いいとこにポジション取ることも大事だから、で、まあ、今日はそれがダメだった時の一人の個人の技術のところだったけど、まあ、両方のアプローチでね、その攻撃力を高めなきゃいけないんでね、そのボールを持ってない人のオフザボールの動きもそうだし、あとボール持ってる人のそういうずらす技術とかね、かわす技術とか必要なんで、まあ、しっかりそれを踏まえて攻撃力も高めていきましょう。じゃあ写真撮ってみましょう。よし。